312日目にあたり、年末まで、あと53日ある、ストックホルムの地獄。父を殺されたグスタフ・バーサは独立戦争を起こし、バーサアサスウェーデン国王グスタフ一世となる、ハプスブルク家が、ボヘミアのプロテスタント諸侯を破った、白山の戦い。1918年のチェコスロバキア独立まで同地は、ドイツ系国家の俗領となる、X 線発見。 レントゲンの妻、アンナの X 線写真三国干渉による、両党半島の返還。これを契機に、列強諸国は、真の分割統治に乗り出すミュンヘン一気勃発第一次、南極観測隊出発福岡市地下鉄、七熊戦艦没事コメディアを再生する2016年、アメリカ合衆国大統領選挙。勝利宣言をする、ドナルド・トランプ・アイルランド人小説家。 ブラム・ストーカー誕生。吸血鬼、ドラキュラの作者数理論理学、分析哲学の始祖ゴッドロープ・フレーゲ誕生ロールシャッハテストで知られる、スイスの心理療法家、ヘルマン・ロールシャッハ誕生陸軍大将、山下智之誕生。マレー作戦を指揮し、マレーの虎と称された太陽国最後の絶対君主、ラーマ7世誕生。彼の知性下で、 立憲君主制に移行する野球監督として二度のワールドシリーズを制したバッキー・ハリス誕生。誕生日に死去アメリカ合衆国の小説家マーガレット・ミッチェル誕生。風と共にサリヌの作者アメリカ合衆国のポピュラーカントリー歌手パティ・ページ誕生。代表曲テネシー・ワルツは1950年内最大のヒット曲大英の看板女優。 若尾文子誕生フランスの映画俳優、アランドロン誕生小説家、和尾石黒誕生サッカー元ブラジル代表、ルイス・ファビアーノ誕生新日本プロレスのプロレスラー、岡田和地下誕生。第65代 IWGP ヘビー級王者。ありがとうございます。